ですね、今日は曇り空ですが、ちょっと日差しも見えてきましてですね、いい天気になってます。今まではですね、この前にスタートラインに並べてですね、走らせてたんですが、今回はですね、初めてなんですが、いわゆるここからスタートするとですね、ワンキャストファーッと走っていくんですね。本来狩猟目的であればですね、バーッと走っていくんじゃなくて、その手前からですね、処理していかないとですね、もしワンキャスト伸ばした手前にゲームがいた場合は、狩り残しってことになりますね。で、本邦初公開です。これ初めてなんですが、私もそのままですね、車から出してみます。そうするとですね、犬はエルザとラッキートリガーはどういうですね、行動をとるか、これをですね、ちょっとビデオ撮影してみたいと思います。行こうかね。やってよ。ねえ、全く違うでしょ。競技会で、活目的で、犬を訓練するとならばですね、こういうですね、近くから走ることをやらないと、まず予選にも通らないと思いますね。でも近くでもたもたされたんじゃ、私みたいなスポーツ音痴の人間にはですね、なんとなく物足りないんですね。せっかく足のあるスピードの速い、レンジの広いエルヒューポインターですから、幅広く買ってもらいたいですけどもね。おそらく私の今までのビデオを見たらですね、フィールドトライアルやってる方たちがですね、クモンの犬はビラ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 走りやがってって笑ってたと思いますけどね。ね、要所急所、この私の前方はですね、すべて刈っていきましたよね。ね、これがエルヒューポインターの本能なんです。これ教えるわけにはいきません。エルタ刈り残しておきましたね。こういうことなんですね。私は同じポインターでもこういうですね、本能的なエリシューの能力が好きなんで、だからもう50年前ですかね、ぐらいからずっと夢に描いてた系統なんです。されど単なるポインターですね。でも私は高級ベンツを乗ってですね、買って乗りこなすよりかはですね、同じお金かけるんだったらこういうものにお金をかけたいっていうのがですね、私の、思いですので、結構お金もかかったんですけどもね。年って自分が足腰叩かなくなってもですね、こういうふうに犬がですね、はい、ノーゲン、ラッキーノー楽しいですよね。